第一次バルカン戦争は、1912年10月から1913年5月まで、行われ、オスマン帝国に対するバルカン同盟の戦争である。バルカン連合軍は、兵員数で劣勢で、戦略的にも劣勢なオスマン軍に勝利し、迅速な成功を成し遂げた。戦争の結果、欧州に残るオスマン帝国の領地はほとんど、連合軍の手中に収められた。続いて、 アルバニアの独立にも結びついた。成功にもかかわらず、ブルガリアは和平とオスマンの脅威が去ったことで不満を持ち、間もなく第二次バルカン戦争を始め、今度は第一次バルカン戦争の連合軍と戦うことになった。イングランドの地図制作者、エドワード・スタンフォードによるバルカン半島の民族構成地図バルカン諸国はオスマン帝国支配下のルメリア、 トラキア、マケドニアをめぐって、緊張関係にあったが、中級世紀半ば以降に、列強が介入したため、幾分緊張は、和らいでいた。列強はこれらの地域に対し、キリスト教ト多数派を保護し現状を維持しようとしていたのである。1867年までにセルビアとモンテネグロは、事実上独立しており、1878年のベルリン条約で、 その独立が確認された。1908年7月に青年トルコ革命が発生し、青年トルコ党がスルタンに対して停止中の憲法を復活するよう要,要求すると、オスマン帝国の支配力には疑問が持たれるようになった。セルビアはボスニア・ヘルツェゴビナに対して領土的な野心を持っていた。ところが1908年10月のボスニア危機で、 オーストリアがこの地域を正式に領土に組み込んだ。このため、セルビアの野心は阻止されることとなった。そのためセルビアは、この時期、南方に拡大しようと考えた。一方青年トルコ島は、オーストリアによるボスニア・ヘルセゴビナの併合後、ボスニアのムスリムをオスマン帝国に移住させようとした。オスマン当局により重の敵地として、ムスリムが少ない北。 マケドニアが選ばれたが、この選択こそが、帝国に破滅をもたらした。移住者たちはその地域に住んでいた、アルバニア人ムスリムとたやすく融合した。1912年春に、アルバニア人たちが反乱を起こすが、その前後の暴動に、ボスニアからの移住者たちも参加した。政府軍のアルバニア人たちの中からも反乱に、加担するものが出た。 1912年5月、アルバニア人騎兵部隊の反乱軍が、元スルタンのアブディルハミと2世を福井させようとして、青年トルコ島軍をスコピエから追放し、カタマナスティルまで進出した。彼らに対し青年トルコ島は1912年6月、広大な地域への影響力ある自治を認めざるを得なかった。セルビアは、アルバニアのカトリックや、 ハミディの反乱を軍事的に援助し、主だったリーダーたちには秘密裏にエージェントを送り、この反乱を戦争の口実にした。セルビア、モンテネグロ、ギリシア、ブルガリアは、すべて、1912年のアルバニア人反乱が、起こるよりも前から、オスマン帝国に対する攻撃の可能性について、議論していた。 そして、セルビアとモンテネグロの公的な合意は3月7日に調印されていた。1912年10月18日、セルビアのペータル・ウィッセイは宣言を発した。セルビアの人々へと題した宣言は、セルビア人と同様にアルバニア人を支援するということを宣言していた。トルコ政府は、自国の市民に対する義務について何ら関心がないことを明らかにした上、 どんな不満や提案に対しても聞く耳を持とうとはしない。事態は収拾がつかなくなっており、誰もがヨーロッパにおけるトルコの状況に満足していない。それはセルビア人にもギリシア人にも、そしてアルバニア人にとっても耐え難いことになっている。よって偉大なる神の名において、私は我が勇気ある軍隊に、 我々の同胞を解放しより良い未来を保障するよう命じた。かつてのセルビアにおいて私の軍隊はキリスト教徒のセルビア人だけではなくムスリムのセルビア人とも出会うだろう。だが彼らは等しく我々の親愛なる同胞である。また、キリスト教徒とムスリムのアルバニア人とも出会うだろう。彼らアルバニア人たちと我が民族は13世紀の間。 喜びと悲しみを分かち合ってきたのだ。彼らすべてに我々は自由、親愛、平等をもたらそう。同盟を模索する際、セルビアは、ブルガリアとの契約を取り決めるつもりでいた。この二国の合意には、オスマンへの勝利の暁には、ブルガリアは、クリバ・パランカ・オフリドのセよりも南の、マケドニアすべてを受け取ることと規定されていた。ブルガリアは、シャール3地の北であれば、 セルビアの拡大を認めることになっていた。その間の地域は、継争中であると合意されたオスマン朝との戦争が、勝利に終わった時に、ロシアのツァーリによって仲裁されるだろう。戦争が進むに従って明らかになったのは、ベータル一世洋が宣言したのと違って、アルバニア人たちがセルビアを解放者とはみなしていないし、セルビア軍が、 アルバニア人に対する友好という彼の宣言を守ることもなかったということだった。1885年にブルガリアは東ルメリアとの合同のためのクーデターを成功させた。そのため、それ以降ブルガリアはその民族的統一が実現するという夢を見るようになった。この目的のため、ブルガリアは大きな軍隊を作り上げ、バルカン諸国のプロイセンと辞任するようになった。 とはいえ、ブルガリアには単独で、オスマン朝との戦争に勝利する力はなかった。ギリシアでは、軍の将校たちが1909年8月に、クーデターを起こし、進歩的なエレフテリオス、ベニゼロス政府が樹立された。ベニゼロスは、クレタ島で見せた、政治手腕を買われていたのである。彼らはまた、 1897年の木戸戦争でのオスマン朝による敗北から立ち直ることを目指した。これを目的としてフランス人軍事顧問団による緊急の軍隊再構成が行われていたがバルカン諸国での戦争が勃発したため中断した。ギリシアをバルカン同盟に参加させようという議論が行われたがブルガリアはセルビアとのマケドニアについての取引と全く違い。 領域獲得の区分について、ギリシアと約束を取り交わすことを一切拒否した。ブルガリアは、外交政策によって、セルビアがマケドニアを要求するのを制限しようとしていたが、一方で、ブルガリア軍なら、ギリシア軍よりも先に、エーゲマケドニアの大部分と重要都市サロニカを占領することができると信じていたのだ。1 9十一年にイタリアはトリポリタニア、 すなわち現在のリビア侵略に乗り出していた。それは即座に、エーゲ海にあるドデカネス諸島占領につながった。イタリアがオスマン帝国に対し重大な軍事的勝利を収めたので、バルカン諸国もオスマンに対する戦争に勝利できるだろうという想像を抱いた。1912年の春や夏までに、キリスト教徒のバルカン諸国は、 軍事同盟のネットワークを作り上げ、それらが、いわゆるバルカン同盟になっていった。列強、特に、フランスと、オーストリア・ハンガリーはこれらの同盟に対し、戦争勃発を思いとどまらせようとしたが、失敗した。9月の終わりに、同盟とオスマン帝国は軍隊を動員した。まず、モンテネグロが9月25日、10月8日に、宣戦線布告を行った。 受け入れようのない最後通帳をオスマン宮廷に10月13日に送った後、ブルガリア、セルビア、ギリシアも10月17日に帝国に宣戦した。おおよそ200から300人のジャーナリストが世界中から訪れ、1912年11月にバルカン諸国における戦争を取材した。第一次バルカン戦争前のバルカン半島戦争が、 始まった時のオスマン帝国の戦闘体制は、全体で、将校12,024人、兵士324,718人、動物47,960匹、大砲2,318門、機関銃388丁を用していた。ここから全部で、将校920人と兵士42,607人が、師団を離れた任務を与えられ、 残りの将兵293,206人が4軍に分けられた。反対に拡大する戦争前の秘密の解決策が続く中で、スラブ系の参加国連合は戦争の努力を整合する大規模な計画を導き出した。ブルガリア軍の大半はトラキアのオスマン帝国軍96,273人と守備隊約26,000人と戦いながら、 トラキアを目指していた。残りのオスマン帝国軍、約20万人が、セルビア軍やギリシャ軍と戦いながら、マケドニアに配備され、ヤニナ、トルコ5名、ヤニア、ゲンヨアニナ、エピルスのギリシャ軍に対するものと、シュコドラ、コメ、スクタリ、トルコ5名、イスケンデリーエ、または、イシュコダラ、 原子ダル、北アルバニアのモンテネグロ軍に対するものの、要塞都市周辺の独立守備隊とともに、ワルダルとマケドニアのオスマン帝国軍に分割された。ブルガリアは大規模でよく訓練され装備の整った、軍隊を要する4カ国で最大の、軍事大国であった。ブルガリアは、人口430万人から全部で59万9878人を、動員した。 ブルガリア陸軍は9個不評師団、1個騎兵師団、1116個砲兵隊を要していた。最高司令官は、実質的な指揮権は、副長ミハイル・サボフ将軍の手にあったとはいえ、ブルガリア王であった。国会沿岸での作戦を制限されていたブルガリアは、水雷艇6艇という小規模な海軍も所有していた。ブルガリアの戦争目的は、トラキアと、 マケドニアであった。三個軍から構成され、トラキアに主要な部隊を配備していた。第一軍は三個不評師団を要するバシルク・チンチェフ将軍が指揮し、トゥンジャ川沿いに作戦を行う目的でヤンボルの南に配備されていた。第二軍は二個不評師団と一個不評旅団を要するニコライワノフ将軍が指揮し、 1> 第一軍の西に配備され、強力なアドリアのオプル要塞を捕獲することを任務としていた。計画によると、第三軍は、ラトコ・ディミトリエフ将軍が指揮し、第一軍の東と後方に配備され、オスマン軍側からは見えない、騎兵師団により援護されていた。第三軍には3個不評師団があり、ストランジャんを横切りクルくクキリセ要塞を奪取することを任務としていた。 第2師団と第7師団は、西トラキアと東マケドニアで、それぞれ作戦行動を行う独立した任務を与えられていた。ブルガリア軍より、数の上では、かなり劣っていたが、セルビア軍の強さは、無視できないものであった。セルビアは、全国防大臣、ラドミルプトニクの実践的な指揮の下で、ほ228問、10個、不評師団、2個独立旅団、 一個騎兵士団を要する約23万人を動員した。戦前の頭上演習でセルビアの高級式部はオスマン帝国アルダル軍に対する決定的な戦闘を行うのにふさわしい場所がスコピエ前面のオブチェポーリエと呼ばれる丘陵であると踏んでいた。それゆえ、士団と独立旅団がノビパザル軍のモンテネグロと共同していたとはいえ、 スコピエ方面に優位に3個軍団を形成していた。スコピエ方面の中心を形成する第1軍はペータル・ボヨビッチ将軍が指揮し、数の上では最大の軍であった。第2軍はステパ・ステパノビッチ将軍が指揮し、1個セルビア師団と1個ブルガリア師団からなっていた。軍の最奥を形成し、ストラチン村方面に向かっていた。 ブルガリア師団を含んでいたのは、戦前のセルビア軍とブルガリア軍の協定によるものであるが、ブルガリアの高級指揮部の指揮のみを受ける。この師団は、戦争が始まった途端、ステパノビッチ将軍の命令に従うことを止めた。第三軍は、ボジダル・ヤンコビッチ将軍が指揮し、軍の右翼に位置し、コソボを解放する任務を帯び、 予想されるオブチェポーリエでの戦いに参加することになった。セルビアとオーストリアハンガリー国境にまたがる北西セルビアにはミハイル・ジフコビッチ将軍のイバル軍とミリボイエ、アンジェルコビッチ中佐のヤボル旅団の2個部隊が集結していた。ギリシャ海軍の機関だった総甲巡洋艦イエロギオフ・アベロフの現在の艦艇。第一次バルカン戦争時。 三戦国の海軍の中で最新鋭の軍艦であり、英家海での戦闘では、決定的な役割を果たした。人口266万6千人のギリシャは、バルカン同盟の主要三国では最弱とみなされていた。最も小規模な陸軍しか持たず、しかも16年前のキド戦争では、オスマン軍の前にあっけなく破れ去っていたからである。しかし、ギリシャの海軍は有力であり、 オスマン軍のアジア側からヨーロッパ側への増援部隊の海上輸送を阻止し得る能力をバルカン同盟各国の中で唯一持っていた。これはバルカン同盟側にとって極めて重要な要素であった。ギリシャは兵力60万人分の貢献が可能であると同盟加入交渉のため派遣されたギリシャの大使はソフィアで語っている。曰く20万人が 野戦に動員でき、そして艦隊によって、オスマン軍40万人のサロニカガリポリ、半島間への上陸を食い止められると。開戦当時、ギリシャ陸軍は、1911年から始まった、フランスの軍事援助の下で再建途中であった。動員後、ギリシャ陸軍は2個軍に分割された。ウチテッサリア軍は、王大使を軍司令官。 パナギオティス・ダングリス・パナオティス・ダングルズ・中将を参謀長とする建前であったが、実際の組織運用や作戦上の意思決定は、イオアニス・メタクサス調査が担っていた。霊下には7個不評師団と1個騎兵連隊、4個独立エウゾネス大隊があり、兵力約10万人であった。テッサリア軍の任務は、要塞化されたオスマン帝国国境を突破して、 マケドニア中部及び南部に進撃し、サロニカとモナスティルを占領することにあった。もう一つのイピロス軍は、八個大体編成の計1万から1万3000人から、なり、コンスタンティノス・サプンツキス・コンスタンティノス・サウンツキス、中将を軍司令官として、イピロスへと進行する任務が与えられた。といっても、 高度に要塞化されたイピロスの中心都市ヨアニナの攻略までは難しいため、当面はオスマン軍を牽制して引きつけることが目的とされ、テッサリア軍の任務完了後に増援を得る計画であった。ギリシャ海軍は、おびただしい数の新型艦の輸入と1911年からのイギリスの援助下での改装により、比較的近代的な戦力を持っていた。 主力は1910年浸水の高速の装甲巡洋艦イエロギオフ・アベロフであった。また、1912年と1906年にそれぞれ8隻ずつ建造した近代的な駆逐艦も保有していた。その他の主力艦は旧式ではあったが、これらの訓練が行き届いた新鋭艦の存在によって英家界での正解権を確保することができていた。 官邸の大半は、英外海艦隊に属し、優れた提督であるパブロス・クンドリオティス少将の指揮下にあった。別に、駆逐艦や水雷艇からなるいくつかの小規模な任務部隊が、英外海やヨーニア海でのオスマン帝国の召喚戦争等のため編成された。モンテネグロ人は鍛え抜かれた経験豊かな選手として、名高いが、モンテネグロ軍は小規模で旧式な状態であった。 モンテネグロは、動員が完了した10月第1週の時点で、44,500人の兵力を25万人の人口から整えた。118門の火砲と3万6,000丁の小銃、44丁の機関銃を装備しており、各3個旅団編成の4個師団を構成した。名目上の倒水権者は、国王ニコラ一世で、 実際の最高式は総参謀長のラザロービック将軍が担当した。モンテネグロの主要な戦争目的は、シュコドラ県の主要都市の占領で、ついで伸びパザルへの作戦が予定された。トゥルグートレース級装甲艦のバルバロスハイレッディン。本艦及び同型のトゥルグートレースの2隻は、元ドイツ海軍の全土急戦艦で、強力な装甲とギレシャ艦。 アベロフを上回る手法を備えていたが、最高速力において5ノットも遅かった。1912年当時、オスマン帝国は困難に直面していた。総人口は2600万人を誇ったが、そのうちヨーロッパ側に居住するのは613万人のみで、しかも兵気に適さないキリスト教徒が多くを占めており、イスラム教徒は230万人に過ぎなかった。 アジア側からヨーロッパ側へ兵力を移送しようにも交通網の整備は不十分で特にアジア側で整備が遅れていた。したがって海上輸送に頼るしかない状態であったがこれもエーゲ海に展開するギリシャ海軍の存在に脅かされていた。その上井戸戦争がリビア及びエーゲ海のドデカネス諸島を戦場に継続中で オスマン帝国軍は対イタリアの防衛戦に重点を置かねばならなかった。井戸戦争の停戦は第一次バルカン戦争勃発後の10月15日になってからであったため、それまでのバルカン半島情勢の緊張の高まりにもかかわらず、オスマン帝国は有力な増援部隊を事前にバルカン半島に配備することはできなかったのだった。オスマン帝国軍の戦力発揮は、 青年トルコ人革命と1909年の反動クーデーター3月31日事件という国内騒乱によっても妨げられていた。ドイツの支援により陸軍の近代化努力が行われつつあったが未だ完成には至っていなかった。常備軍、ニザームは優秀な装備と十分な訓練が施され常備師団へと編成されていたが、 これを保管するレディフ部隊は砲兵を典型として装備が不完全で連度も低かった。オスマン帝国陸軍はヨーロッパ側にマケドニア、ワールダル、トラキアの3個軍を置き計1203門の野戦砲と1115門の要塞砲を配備していた。西部軍集団のマケドニア中流軍には兵力20万人以上があって、 ギリシャ及びセルビア・モンテネグロの軍勢に退治し、トラキア中流の第一軍は11万5000人以上の兵力で、ブルガリア陸軍に対抗した。トラキア中流軍は、ナーズム・パシャを軍司令官として7個軍団からなり、霊下に11個常備風評師団と13個予備師団、1個師団以上の騎兵を要した。西部軍集団は10個軍団編成で、 霊下に32個不評師団と2個騎兵師団を用した。ワルダル中流軍は、対セルビア専用で、スコピエに司令部を置いていた。ハレプリゼキパシャを軍司令官とし、5個軍団編成で、以下のように18個不評師団と1個騎兵師団、2個、独立騎兵旅団からなっていた。マケドニア中流軍は、アリルザーパシャを軍司令官とし、司令部をサロニカに置いた。 霊下部隊は14個師団で5個軍団を構成し、以下のようにギリシャとブルガリア、モンテネグロの軍勢に対抗した。対ギリシャ、7個師団対ブルガリア対モンテネグロ、4個師団共同員計画によると、西部軍集団の総兵力は59万8000人であった。しかし、動員作業の遅れと貧弱な鉄道輸送力のために、実数はこれを下回り、 西部軍集団の参謀によると、開戦時点では20万人のみが使用可能であった。開戦後にも補充はされたものの、戦闘による消耗もあったため、西部軍集団の定数が満たされることはなかった。このほか戦時中には、シリア中流の常備軍と予備軍を派遣することが計画された。しかし、ギリシャ海軍が正解意見を握ったため、 これらの増援部隊派遣は実現しなかった。陸路での派遣も試みられたが、ほとんどは間に合わなかった。オスマン帝国軍の最高司令部は、ドイツ軍事顧問団の助言を受けて、12パターンの仮想的国の組み合わせに対して、反撃作戦計画の立案に取り組んでいた。このうちのブルガリア、ギリシャ、セルビア及び、 モンテネグロとの交戦を想定した第5計画は、検討がかなり進んだ段階にあり、地域ごとの作戦計画立案のために、核軍司令部へと伝達済みであった。モンテネグロは、1912年10月8日に、オスマン帝国に対し戦線布告し、第一次バルカン戦争が開始された。オスマン軍の陣地を突破するブルガリア軍を描いた、重剣で、 チェコの画家ヤロスラフベ新作。トラキア戦線のオスマン帝国軍は、敵戦力の見積もりに関するインテリジェンス上の誤りから危機に陥っていた。オスマン帝国側は、マケドニア戦線に関するブルガリアとセルビアの政治上、及び軍事上の秘密協定に気づいておらず、マケドニア戦線に主力を配備したままであった。当時のオスマン帝国政府に、 最も強い影響力を有した一人である、ドイツ大使のハンス・バンゲンハイムは、オスマン帝国側の情勢判断について、ブルガリア軍の主力は、セルビア軍と共に、マケドニア戦線に投入されると予想している旨を、10月21日に、ベルリニエと報告している。その後、オスマン帝国軍のアブドゥラーパシャの司令部は、トラキアのアドリアノープル東方で遭遇するだろう。 ブルガリア軍の戦力を3個不評手段と支援騎兵だけと推定していた。軍事史家エドワード・エリクソンによればこうしたオスマン帝国側の想定はバルカン同盟の戦争目的に対する分析結果に基づくものであったと思われる。しかしこれはトラキアのオスマン帝国軍にとっては致命的な判断であり絶望的な戦力比で ブルガリア軍主力を迎え撃たねばならない結果となった。また、この誤った情勢判断は、トラキア戦線におけるオスマン帝国軍の初期の戦略方針が破滅的なばかりに攻撃的となったことの原因でもあった。ブルガリア軍の攻勢とチャタルジャへの進撃トラキア戦線において、ブルガリア軍は兵力346,182人を投入し、 トラキア東部のオスマン帝国第1軍10万5000人を呼び、西部のクルジャーリッシュ隊2万4000人と戦った。ブルガリア軍の戦闘序列は、トラキア東部には、第1軍、第2軍、第3軍の計29万7002人、西部には、第2師団機関の4万9180人であった。最初の大きな戦闘は、アドリアノープルとクルクキリセを結ぶ防衛ラインで起きた。 ブルガリア第一軍と第三軍の計17万4254人がオスマン帝国の東部軍9万6273人を下地権利、スユロール、ペトラ近郊で打ち破った。この地域にいたオスマン帝国第15軍団はギリシャ軍の上陸作戦に備えるためとしてガリボリ半島へと急遽引き抜かれてしまったが実際には そのような上陸作戦は実行されなかった。第15軍団の転出により、アドリアノープルとディメトカの間が無防備となってしまったため、代わりに、東部軍令下の第4軍団が配置された。これら2個軍団の東部軍の戦闘序列からの離脱の結果、トラキア戦線のオスマン帝国軍は2つに分断されてしまった。 アドリアノープルの要塞部隊6万1250人は孤立してしまい、アドリアノープルの戦いとクルクラーレリの戦いでは、ブルガリア第三軍に圧倒されて、刺したる抵抗もできないまま敗北した。ギリシャ海軍がエーゲ海の正海権を握っていたため、戦争計画にあったシリア及びパレスチナからの軍団の海上輸送は実行できなかった。ギリシャ海軍は、 三個軍団という、オスマン帝国陸軍の有力な戦力を無力化した、ことで、間接的ながら、決定的な役割を、最重要な所戦である、トラキア戦線に関して果たしたのである。さらに、ギリシャ海軍は、マケドニアでの作戦が峠を越えた後、ブルガリア第7師団、リラーに属する4万8000人のブルガリア兵を、 マケドニアからトラキアに急速輸送することで、より直接的な貢献もしている。クルクラーレリの戦いの後、ブルガリア軍上層部は、数日間待機を命じたため、オスマン帝国軍は、ルレブルガズからアーチブナルヒサールを結ぶ、新たな防衛線を構築することができた。しかし、ブルガリア軍は、第一軍団と、 第三軍団の不評10万7386人と、騎兵3115機、機関銃116丁と、過砲360門の戦力で攻撃を再開すると、増援を受けて、不評12万6000人と、騎兵3500機、機関銃96丁と、過砲342門を集めていた、オスマン軍を撃破し、マ,ルマラ海に到達した。この海戦は、 ヨーロッパでは、不服戦争終結以来最大の戦いであり、また、第一次世界大戦まではこれを超える規模の戦いはなかった。敗れた、オスマン軍は、チャタルジャーに最終防衛戦を引き、首都イスタンブールのある、半島防衛を図った。アジア側からの増援部隊も到着したおかげで、オスマン帝国軍は、ブルガリア軍の進撃を阻止することに成功した。 この防衛線の陣地は、1877年のロト、戦争中から、ドイツ人ギシフォンブルームパシャの設計で建設されていた、ものであったが、1912年当時にはすでに、老朽化していると思われていた。これらの戦いの間、ブルガリアの第2トラキア師団指揮下の49,180人は、ハスコボ渋隊とロドピ渋隊に分かれて、英華界へと進撃していた。 対するオスマン軍のクルジャーリ死ー体は、サロニカとデデアーチを結ぶ、鉄道線をまたぐ 400km の戦線を、防衛する任務を与えられていたが、満足な抵抗はできなかった。11月26日には、オスマン側司令官のヤーベル・パッシャが、部下の将兵1131人と共に捕虜となった。クルジャーリ死体の降伏は、ギリシャ軍のサロニカ占領と合わせ、 マケドニア戦線のオスマン帝国軍のトラキア中流軍からの完全な分断へとつながった。1912年11月17日、ブルガリア軍はチャタルジャ防衛戦への総攻撃を開始した。この時、ロシア政府はブルガリアに対してもしもイスタンブールを占領するようなことがあればブルガリアに対して開戦する胸の警告を発していたが、 それにもかかわらず攻撃は断行された。これは、ブルガリアの指導者たちに、現実的な思考が欠けていたことを示す兆候であった。ブルガリア軍の攻撃兵力は176,351人と、過保462門で、守備する、オスマン軍の14万571人と、過保316門よりも優勢であったが、オスマン帝国軍は、 攻撃を撃退することに成功した。1912年12月3日にオスマン帝国とブルガリアの間で休戦協定が成立し、その後にセルビアとモンテネグロも続いた。ロンドンで講和交渉が始められた。ギリシャも交渉には参加したが、内心では講和に応じるつもりはなく、エピルス方面での作戦を継続していた。その後、 1913年2月5日に、オスマン帝国で、エンベルパシャによるクーデターが発生し、キャーミルパシャ政権が倒されると、講和交渉は決裂した。2月16日、休戦期間が終わり、再び戦闘が始まった。オスマン帝国の反撃の失敗とアドリアノープルの、陥落2月20日、オスマン帝国軍は、チャタルジャット南方のガリボリ半島の2方向から、 反撃を始めた。ガリボリ半島で孤立していた約3万人のオスマン軍のうち約1万5000人が過法36門に支援されて南方のボラユルへ出撃。これと同時に第10軍団に属する19858人とホ法48門がシャルキョイに上陸した。この2つの攻撃は海軍艦艇の支援も受けていた。 オスマン帝国側の狙いは、包囲陣に圧力をかけることで、間接的にアドリアノープルを助けることにあった。当面の敵兵力は1万人と過報78門であった。この他にこの地域には、ブルガリア軍の新編成した第四軍の 92, 9万2289人が展開していたのであるが、オスマン側は気づいていなかったようである。 幅1800メートルと狭い地境へのオスマン軍の攻撃は厚い霧と強力なブルガリア軍の砲撃及び機関銃弾によって阻止された。そしてブルガリア軍の逆襲により撃退されその日の終わりには元の位置に戻ることになった。その間にシャルキョイへ上陸したオスマン帝国第10軍は2月23日までは前進を続けられたが ブルガリア軍のコバチェフ将軍の送った増援部隊によって阻止された。両軍とも存在は軽かった。ボラユル方面での攻撃が失敗すると2月24日にオスマン帝国第10軍は元の輸送船へと乗船してガリボリ半島へと撤退した。他方チャタルジャで行われたブルガリア側主力の第1軍及び第3軍に対する反撃は わずか一個手段のみで開始された。当初の狙いは、ガリボリー半島、シャルキョイ方面での反抗を支援するため、ブルガリア軍を引きつけることにあった。ところが、この攻撃は思いがけない成功を収めた。戦線の北部で、ブルガリア軍は1 5トルも後退させられ、南部では2 0トル以上も押し込まれて、第2戦陣地への撤退を余儀なくされたのだ。 ガリボリ半島方面での反抗が失敗に終わると、オスマン軍はチャタルジャ戦を離れるのを嫌って、部隊を停止させたのであるが、ブルガリア軍は数日経ってから、ようやく敵の攻撃が止んだのに気づいた。2月15日までに、再び戦線は、こ着状態となったが、急戦発行までの間は、衝突が続いた。この構成は、オスマン軍が、ブルガリア軍に大損害を与えて、 戦術的勝利を収めた。もっとも、戦略的に見ると、ガリボリ半島方面での攻撃は失敗し、アドリアノープルの救援も実現しなかったことから、オスマン帝国軍の敗北と言える。アドリアノープル攻略へ向かう工場砲部隊シャルキョイボラユル方面での反抗の失敗が、アドリアノープルの運命を決めた。3月11日。 バルカン同盟軍の最後のアドリアノオプル総攻撃が始まった。ゲオルギ・バゾフ将軍率いるブルガリア第二軍の15万3700人とセルビア軍2個師団計4万7275人が多大な犠牲を払いながらアドリアノオプル市街を占領した。同盟軍側の損害はブルガリア軍8093人とセルビア軍1462人に上った。 ブルガリア軍の包囲戦開始以来の総損害は18,282人にも達した。オスマン軍の損害は、包囲戦開始以来で戦死者13,000人で、負傷者数は、不明、19750人が捕虜となった。RC ホールと EJ アラクセンによれば、この膨大な死傷者は、必ずしも必要ではなかったのではないかという。彼らによると、 損害が多数となった原因は主に政治的判断とフェルディナンド一世たちブルガリアの指導者たちの一部が国家の威信を過度に意識したことにある。もし急がず包囲を続けていても食糧不足からアドリアノオープルはいずれ陥落を免れなかったはずである。この戦いのもたらした最大の影響はオスマン帝国軍の指揮官たちが 戦争の主導権を手にすることを諦めたということに、ある。以後、オスマン軍の戦いぶりは常に制裁を欠くことになった。マケドニア戦線第一次バルカン戦争でのギリシャ軍の行動。ただし、国境戦は第二次バルカン戦争後のもの。オスマン帝国のインテリジェンスは、ギリシャの作戦方針についての予測でも、破滅的なほどの過ちを犯していた。 オスマン帝国軍の参謀たちは、ギリシャ軍の進行は、マケドニア戦線とイピロス戦線の双方から、同戦力で行われるものと予想していた。そのため、オスマン帝国、第二軍司令部は、霊下7個師団を、それぞれ、イピロスと、マケドニア南部にいるヤンヤ軍団と、第八軍団へ均等に振り分けていた。これは、西部軍集団にとって、致命的な決断だった。 マケドニア戦線の主要3拠点の戦略的、中核であるサロニカの早期陥落を招き、その時点で敗北を事実上決定してしまったのである。対するギリシャ軍は、同じく7個師団を持っていたが、そのすべてを、マケドニア戦線のオスマン帝国第8軍団にぶつけ、イピロス戦線には、計1個師団相当の独立大隊軍を向けたに、過ぎなかったのであった。 当然、ギリシャ軍は、オスマン帝国第8軍団に対して優位に立ったので、あった。イェニジェの戦いにおける、ギリシャ軍不評。戦線布告と同時に、ギリシャのテッサリア軍は王大,大使に率いられて北部へと、進軍し、サランダポロンの戦いで、オスマン軍の防衛線を突破、サランタポロへと向かった。1912年11月2日のイェニジェの、 戦いでもギリシャ軍が勝利を収めた後、オスマン軍サロニカ守備隊2万6000人は降伏し、同年11月9日にサロニカ市は陥落した。かくて、オスマン側では、ウストルマ軍団と第8軍団の司令部及び2個正規師団、4個予備師団が戦線から脱落した。しかもサロニカは、西部軍集団の主たる兵器集積所であったため、 70門の火砲と30丁の機関銃、7万丁の小銃までもが失われた。オスマン側の記録によると、マケドニア南部での戦死者は1万5千人、人的損害は全部で4万1 0にも及んだ。マケドニアのオスマン軍の壊滅は、北で、セルビア軍と交戦中のワルダル軍の運命をも、決した。サロニカの陥落で、ワルダル軍は、戦略的に孤立状態となり、 補給も増援も断たれて、壊滅を待つのみとなったのである。イエニジェの戦の結果を知るや、ブルガリア軍司令部は、リラ第7師団を、北方からイエニジェへと急破した。一週間後に、同師団は、目的地へと着いたが、前日に、ギリシャ軍が侵駐して守備隊が降伏した後であった。その後、11月1日まで、ギリシャ軍は、占領地を拡大し、ドイラン湖から、 カバラの西のパンガイオン山まで制圧した。しかし、マケドニア西部では、ギリシャ軍とセルビア軍の司令部間の協力が欠けていたため、1912年11月15日のソロビッチの戦いで、ギリシャ軍が敗れて押し戻されることになった。これは、ギリシャ第5師団がオスマン帝国第6軍団と遭遇戦になった戦いである。オスマン第6軍は、 セルビア軍とピルレペでの戦いで負けて、アルバニアへ撤退中の部隊であったが、ギリシャ軍はその存在を知らされておらず、第5師団は孤立状態に陥ってしまった。優勢なオスマン軍の反撃がモナスティルに向けられ、ギリシャ軍は撤退に追い込まれた。結果的にセルビア軍がモナスティルからギリシャ軍を叩き出してしまったと言える。 イピロス戦線イピロス戦線では、ギリシャ軍は劣勢の兵力で海戦を迎えたが、オスマン帝国軍の消極的な対応のため、1912年10月21日に、プレベザの占領に成功し、ついで、ヨアニナへ向かって、北進を続けた。11月5日には、ケルキラから出撃したギリシャ軍小部隊が、 ヒマラの海岸に上陸し、刺したる抵抗を受けずに占領した。さらに、11月20日には、マケドニア西部から侵入したギリシャ軍が、コルチャへと入場した。しかしながら、ギリシャ軍のイピロス戦線の初期兵力では、ビザニに気づかれたドイツ式要塞を攻め落とすことはできず、ビザニ防衛線に守られたヨアニナエは、進軍できなかった。 ギリシャ軍は停止して、マケドニア戦線からの増援部隊を待つことになった。ビザニの戦いで戦闘中のギリシャ軍7 5ト、mm、ル、ヤホー。マケドニア戦線の決着がつくと、ギリシャ軍は、その主力を、王太子自らが率いて、イピロス戦線へ転進させた。そして、ビザニの戦いで、オスマン軍の防衛線を突破し、九百十三年三月六日に、 ヨアニナを占領した。ビザニ工場船の最中の1913年2月8日、ロシア人パイロットのニコライ・サコフが操縦するギリシャ軍の副用機がビザニ要塞の城壁を爆撃しようとした際に対空砲火によって撃墜された。これは世界戦史上で初めての軍用飛行機の被撃墜記録であった。サコフの機はプレベザ近くに不時着し、 親ギリシャの住民に救助されて修理を行い、再び離陸して基地へと戻った。ヨアニナの陥落により、ギリシャ軍はイピロス北部へと進行を続けることができ、同地域を占領した。ギリシャ軍の進軍が停止した時、その前線は北方のセルビア軍の支配地まで間近であった。海上戦闘会場においては、ギリシャ艦隊は開戦初日から積極的な、 作戦行動をとった。1912年10月6日から10月20日の間に、エーゲ海の東部と北部に浮かぶほとんどの島々を、ギリシャ海軍と陸軍の文献隊が占領した。そして、リムノス島のマウドロス湾に前進基地を設営し、ダーダネルス海峡を制圧下に置いた。11月8日には、ニコラオスボツイス海軍隊を定唱とする。 ギリシャ水雷帝11号がサロニカ港にアインに紛れて潜入、オスマン総交艦、フェトヒビュレントを撃沈する戦果を挙げて、大いにギリシャ海軍の士気を高めた。ヘレスミサキ沖海戦におけるギリシャ艦隊を描いた絵。戦闘がアベロフで後に続くのはイドラ級解防戦艦の各艦。一方、オスマン帝国海軍は当初は、 ラーダメルス海峡の内側に引きこもっていたが、陸上の戦況が悪化すると、増援部隊を緊急輸送するために、エーゲ海への侵入を試みた。その結果、1912年12月16日に、ヘレスミサキ沖海戦が起きたが、ギリシャ側提督のパブロス・クンデリオティス少将の卓越した戦術式と、ギリシャ艦隊機関、イエロギオフ・アベロフの高速性能の前に、 オスマン帝国艦隊は破れ去った。ギリシャ艦隊による封鎖を突破するための次の策として、オスマン帝国海軍は、防護巡洋艦、ハミディエをエーゲ海に潜入させて、通商破壊を行わせることを考えた。ギリシャ側で、ハミディエに対抗可能な大型高速艦は、アベロフしかないため、アベロフを釣り出して、封鎖艦隊に隙を作ることができると期待したのである。 出撃したハミディエはギリシャ側の警戒線をすり抜けてギリシャの小港シロスを砲撃停泊中の商船一石を撃沈したその後エーゲ海から地中海東部へと進出するべく航行を続けたハミディエだったがギリシャの召喚艇に追われて航海へと逃げ込んだところがオスマン側の期待したハミディエ追撃命令は ギリシャのクンドリオティス少将には下ったものの、彼は、この命令を拒絶してしまった。そのため、4日後の1913年1月18日に、オスマン主力艦隊は再び、英ー海への侵入を試みたが、リムノス島沖機海戦で、アベロフ以下のギリシャ艦隊に、阻止されてしまったのだった。リムノス島沖機海戦での敗北を最後に、オスマン帝国海軍は、 ダーダネルス海峡突破を断念し、ギリシャの英華界での政界権が確立された。後に、ブルガリア第二軍司令官、岩野不将軍は、ギリシャ海軍が、バルカン同盟の勝利に関して果たした役割について、全ギリシャ艦隊の活動は、同盟軍の勝利の最も重要な要素であったと、指摘している。オスマン帝国軍が立てこもったシュコドラの城壁。 ラドミルプトニク将軍指揮するセルビア軍は、ワルダルマケドニアで3度の決定的勝利を収め、この地域のオスマン軍を巧みに撃滅、第一の戦争目的である、マケドニア北部占領を達成した。また、セルビア軍は、モンテネグロ軍の三弱制圧を支援し、ブルガリアに対してもアドリアノープル攻略戦支援のために子子師団を派遣した。 セルビア軍のマケドニア方面での最後の作戦は、アルバニア中部へ撤退しようとする、オスマン帝国アルダル軍の残党の阻止だった。このモナスティルの戦いの後、セルビア首相のニコラ・パシッチは、プトニク将軍に対し、他国に先んじて、サロニカを攻略するよう指示した。しかし、懸命にもプトニク将軍は、この指示を拒否し、代わりに軍をアルバニアへと、精神させた。 フトニクは、サロニカをめぐって、ギリシャとブルガリアが衝突することを予想し、そうさせることが、セルビアのワルダルマケドニア支配には好都合と読んだので、あった。その後、列強の干渉を受けて、セルビア軍は、アルバニア北部及び山尺から撤収することになったが、モンテネグロ軍のシュコドラ後為戦の支援のため重砲は、残置された。1913年4月23日、 ついに兵糧が切れた、オスマン軍が会場に応じ、シュコドラは陥落した。ロンドン条約の締結により、1913年5月30日に、第一次バルカン戦争は終結した。この講和の結果、停戦時点での前線が、スタトゥスクオに基づいて、新国境線となり、エネズとミディエを結ぶ線により、西側のオスマン帝国領は、すべてバルカン同盟に割上された。 また、ロンドン条約では、アルバニアの独立も承認された。アルバニアの国土の大半を占領下に置いていたギリシャとセルビアの両国は、不勝不勝ながら、撤兵に同意した。一方、マケドニアの処分をめぐっては、ブルガリアとセルビア、ギリシャが対立して、結論に達しなかった。北部マケドニアに関しては、ブルガリアとセルビア、南部マケドニアに関しては、 ブルガリアとギリシャの主張が食い違っていた。ブルガリアは軍事的手段による解決をも辞さず、その軍隊の動員解除に応じなかった。ブルガリアとの武力衝突の兆しに、ギリシャとセルビアは双方の相違点について妥協することにし、1913年5月1日に軍事同盟を結んだ。5月19日には相互友好防衛条約が締結された。 こうして、第二次バルカン戦争の舞台が整ったのであった。戦争に至る過程は、列強諸国の関心をあまり引かないで進行したが、列強諸国も、東方問題に関して、建前上は、一様の共通意識を持っており、バルカン諸国に対して厳しい警告を発することにした。しかし、内心では、列強各国はそれぞれに、バルカン地域について、 利害対立があり、異なった外交戦略上の対応を取っていった。そのため、建前に基づいた共同警告の効果は打ち消され、戦争の勃発阻止や終結実現には結びつかなかった。結論として、1914年のサラエボ事件で、再燃したオーストリアとセルビアの緊張関係が、オーストリア最後通帳で頂点となった七月危機に、際し。 列強諸国のいずれも十分な戦備はない状態で第一次世界大戦へと突入していったのであった。ありがとうございます。